言えちゃうよ。内緒です。そして大好きなんです。そしてテマです。ということでね、今日やっていくんですけど、今日はね、今トロがちょっと上がってて、今ねグロ9位なんですね。世界で9位なんですけどね、行った時はね7位だったんで、多分サムネはね7位になってると思うんですけどね、まあ9位ということで、まあ、ギリグローバル1面乗るかなぐらいなんですけどね、今、グロ1位とね、さあトロの差が70なので、まあ、運良ければ3勝で、運が悪ければまあ4勝でね、グロ1位に行けるということで、今からねグロ1目指していきたいと思います。まあリップ解説とかもねしようか思ったんですけど、まあいいかなと思ってってことで、いきたいと思います。マルチいきましょう。お、めっちゃ早い。 S、 めっちゃ飛んだかい。おっと、よろしく。ダイスパイルボン、えぐ。まあ、ババとか入れてなかったっけ、なんか。そうなの、覚えてない。いやー、俺も覚えてないんだよな。リサードとか入っておく、タオブやわ。ジャイスパなのは知ってる。そう、俺もジャイスパなのは知ってるんだよね。はい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 。よいしょ。今、とりあえずトリトニアして、エレックか。いいよ、うん、ここは、いや攻めるべきかワンちゃん。いや、いいか。まあまあ、これだけでも攻めれるみたいなところあるな、うん、うわー、ケツスパか。うわー、ここでワンパンしてくる気だ。なるほどね。ってことは、どんだけ強要すんの。やばいよな、これ、うん、めっちゃ減る、これ。すごいな、すごいよ。だってもうこれ大丸圏内だよ。ガイマル圏内、確かに。わかんない。あ、ちょっと待って、ミスった。ベビドラ出すとこミスった。あ、頼む頼む、エッチのベビドラで頼む。あー、折れちゃう。なんでベビドラそこに出したの。いや、これ残ったのでかいよ。まあ、でかいね、うん、でもしかもこれもエレキぐらいしかいないから、おへへへ、これウッドで守るべきなのか。ウッドですね。ウッドで雷圏内入り、次来た瞬間に、逆プリかな。そんなカードお持ちで、うらい。これ相手からしたら左捨て出ないだよな。入れ替えする。お、いやでもこれはまあ、これ美味しい。まだある。うん、美味しいね。いや、ちょっとやばい、まあ、ちょっとやばい、確かに。まあまあ、まあ、いい、これでガゴ先行。オッケーオッケー。で、次にスケでまだ回るから、オッケーオッケー。いや、もうライト圏内入ってる。お、ってことはほぼ勝ち。ラド勝ち。真ん中ジャイなんちゃらくらいじゃん。そうだね。ライト打っちゃう。いいよ。あれ？よっしゃー、やったー。怖い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 。ええ。いくつ？グッドゲン。え、相手結構高いからこれ28ぐらい。おお、だよね。もらえる。か。やったー。確定2勝じゃないこれ。今グロ6位。いいよ。あと、あれ45だから、あと42で上がれる。サムネが塗り替えられました。くそ運悪ければ、確かに。ちょ、スクショ撮ってないで。塗り替え記念で。すごい、日本人4人並んでますね。マジ？麦田はじめ社長、大輝、三河根一輝。おお、まあ、ラダー40種みたいなのがあるな。あれラダープロ40種みたいなのがあるんだけどな。やばい、これ雑談動画になりそう。マッチング長いんだよな、それな。ウェイ引くことなかなかなさそう。うん、確かにこんなにウェイ引くことないね。マッチング5分だもん、やばい。まあでもさっきもそこそこそんくらい5分ぐらいって出てて、もう2秒ぐらいでマッチングしたから、ワンチャン。まあちょっと雑談動画になるね。気持ちで撮っていきたいと思います。
さすがに5分ぐらいだったらカットせざるを得ないんだけど、5分かからないならね、かからないならカットしないでいきたいので、まあ、2分、3分、4分ぐらいはね、ワンちゃん雑談しちゃおうかなみたいなとこあるんですけど、うん、うんですね。あんまないな、あんまないな、寝起きすぎて、しかも昨日の試合さ日本人の人はあ、そう、うん、それだ、俺、ね、そうだそうだ、昨日なんかポロスのねファンミーティングがそのオフシーズンにファーストシーズン終わった時にあって、うん、その時に来てくれたね、人がまあいっぱい来てくれたんですけど、その中でもね結構印象に残ってる2人が、DM で明日ちょっと見に行きますみたいな、韓国までね、そうそうそう、韓国まで行きますみたいな感じで、マジっすかって感じで、そうだからなんか韓国まで見に来てくれたんですよ、試合会場まで。それでなんかポノスファイティーみたいな紙とかも書いてくれて、ワンちゃんなんか生放送中とかにも多分映ってるよね。そう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 、そうで多分ね、昨日クララリーガージャー見てた人多分1回で絶対、俺まだ確認してないんですけど、多分そのスタッフの人にね、紙とか書きますみたいに言われてたから、絶対映ってると思うんだよね。だから、あ、この人たちそうなんだっていう感じでね。確かに、来季とラットの CV2 の試合の合間とかのカットに映ってたんで、俺とテンゴット見てたから。あ、そうなんだ。そうそう、気がするな。ね。そうなんだ。俺全然わかんなかった。まあ、で、うん、そう、それで今日ね、その人たちね、これから動画を撮り終わってからね、ちょっとご飯に行くんですけど、いや、めっちゃね、嬉しいっすね、やっぱ。でしかも、なんか、うん、やっぱずっと配信ミラティブとかそういうのにも、うん、YouTube にもコメントくれる人なんで、その2人とも、だからめっちゃ俺も印象残ってて、なんか Twitter とかでもいつも見かける。お、来た。お、うわー、まあしゃあない、7198だからあれだな、どんくらいだろう、負けたら40ぐらい、45ぐらい、これ持ってかれた瞬間もう夢途絶えるからね、これ。確かに勝って10何とかだなってなると3勝じゃ厳しいか、もしかして。うん、あぎりラスト同じくらい引き出たんだけど、あ、ポストジャイアントだった。なるほど、ジャイアントゴッドって書いてある、これは勝ちたい。ジャイってちょっと序盤きついんだよな、これ。そうなんだ、意外と相性が良さそうに。いや、相性はね多分地味にいいんだけど、うん、あ、美味しい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 ね。これ取るといらなかったな、少ないからオーブンかさせてもらう、やばい、うぅー、取るともったいないな、ここ。まあね、これでロイとか出すと、ソラのね、メガゴとかだけでしばかれてから、カウンターされるので、一回ね、オッケー、よしよしよし。これ、スケセパして、二回ぐらい受けれる。で、まあ、これ許容して、ロイジャイ。あ、やばい、お前やめろ、やめろ、やめろ、お前。ネクロー、最悪。最悪、俺がもう一番嫌いなカード、しかもベビドラ死んだから、これ結構やばいな、やばい、相手これ許容してるね。あー、防衛ライトしてウッドかな。あー、こいつだけ逆サイいかないかな。お、おいしい、うわー、いい M。 いやー、守れないかな、タゲがね、変わってないんだよ。あー、変われ変われ変われ、なんかまあ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 ネクロか、イシロで勝ちたいけど、ただ急力ないのにな。うーん、ああ、メガゴこれだったら回ってないな、まだ相手フォアトリート無視してよかったね。だよね、回ってない、これだけ。ああ、なるほどね、相手あのトリート無視しないの、フォアトリート。まあこれがしたかったんじゃないですか、あの中継ないから。多分引っ張れ引っ張れ、よっしゃ、サンキュー、それは熱い。ワンチャンこれネクロとか来たらライト打っていいな。いや、ジャイ受けか、ジャイ受けで潰されちゃうときついっすね。ジャイ受けだな。このね、邪魔なんで、あいつ、うん、よいしょ。で、あとはウッドとキー、まだ死なないか、うん、おしおし、そうだね。はいはい、これは。いいよ。出すだけだね、これは。よっしゃー。きたー。いいよ。きたー。よっしゃー。よし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 。
よしよしよし。ラスワン、運が良ければラスワン。君いくつ？今ね、7363。だから、お、一面乗ってる。これはスクショ案件。これは4位もサムネと。ここじゃないでしょ。待って待って待って。まあまあまあ。でも25以上か。あ、25か。無理だ。日本人が起きてればワンちゃう。いや、えぐいスナイプか来るかぐらいじゃない。馬ロカ1なんてきた。お。7歳より下だったらちょっと厳しいぐらいですかね、対戦。よし。25。あれ？同じだとさ、どっちが上なんだっけ？先にいた方は後から来た方。ああ、先にいた方が上。ああそうなんだ。じゃあ25か。ってことはあと2勝か。言ったらスナイプされなければいける気がするんだけどな。これでトロ100下ぐらいのラバクロが迎えに来るような気もする。いやー、いいですね。迎えに来ちゃう。あ、やっぱロカラ1位だ。うん、まあまあまあ当然ですね。このままシーズン終わっちまえば。今シーズン終わっちまえばいいのに。今マルチデーが起きてない間にシーズンなんかね、不具合で今終わっちまえばいいのに。今シーズンは終了しました。終了しましたって、あちゃーって言って。4位かよ、あちゃーってなるけど。でもプロフィール一桁かっこいいなね、いいよね、つけたいな。でも絶対ね、俺的にいつもね、前もさ、ロイジャイの環境の時あったじゃん、うん、あのエレキタルババのロイジャイ環境の時も、あの時も結局ロイジャイだらけやんみたいになって、あのクロス使いとかも無事切れてたんだけど、結局最後の方はなんかラバクロ環境になって、うん、そうで、それでラバクロとロイジャイどっちにも勝てる、まあなんかペッカとか、うん、まあラムジンギとかそこら辺が上にねいたんだよ。あとまあ白液とか、要は結局は使いこなせるやつ。まあそうだね、うん、そうだから結局もうちょいね、あのロイジャーに強いデッキが増えそうな気がする。今のところはロイジャーがちょっと少なくて、なんかペッカもちょっとだけいて、クロスが圧倒的に多いよね今、うんうんうん、ババとか、そうそうそう、ババとかもねちょっと増え出してきてて、クロスとか、クロスとあとロイジャーどっちにも強いね、ババが増えてて、そうだから結構ね、まだシーズン入れても全然残ってる同じか、うん、あと2週間ぐらいだよ。そうそうそう、だよね、絶対環境変わるから、もうマルチめっちゃすぐ変わるんですよね、その強いデッキと。なんか1個流行れば、それが流行ってそのメタも流行るし、そうなんだよね。あのまたラバフル環境が来そうで怖えわ。何をかけるデッキがあればな。まあね、うん、でも割とこのロイジャイがそれに近くない？結構、ね、ラバクロも多分5回やったら1回勝てるぐらいだと思うし、あとなんだろう、クソきついのガゴムレ系がきついか。ガゴムレ、あ、確かさっきも S に、そうそうそう、あれはでもまだエレキとダックフリーだったからまだいいんだけど、うん、今ちょっと流行ってるそのジャイ、スパーキー、ガゴムレ、コウモリ、ギャングディガーみたいなやつがクソきつい、うん、勝ったことない多分。スパーキーきついんだ。そうそう、あとあれナイトホグのクエイク、あれが結構きつかったな。え、相性良さそうに思うけどな。思うんだけど、なんかあいつらもそのトリトン出てくる場所知ってて、トリトンのダで守るターンにトルネで剥がしてくるんだよね。あ、トリトンを、そうそうそう、出る前からトルネ、出る前からトルネ打ってヒューって逆サイ持ってかれて、もう大ダメージで、慌てドーム出したらクエイク打たれてっていう。メガゴウッドとかで慌てて守るけどみたいな、あんまっていう。全然マッチングしね。最初のキング起動ぐらいか。そうだね、最初にキング起動できればいいんだけど、来季のことだからいつも欲しいカード手入れなさそうね。ねえし、初手ホグに初手トリトンね。そう、ねえんだよマジで。お、ラバクロ使いが起き出した。マジ？ラバクロ使い、うわ、ベリキンが潜ってんじゃん、危な。なんかその海外のセイントベリキンっていう選手がいて、そこに、あ、その人が結構ラバクロ使いなんですけど、今ミカンさんのフレンドで今マッチングしてて、うん、ワンチャンワンチャン危なかったっていう。怖い怖い怖いよな、今マッチングしてるってことは。もう俺がしててもおかしくなかったから。そんなラバクロ勝てない
きついね。まあでも前のロイよりは勝ちやすいけど、のオーブン2個立てればっていうのがあるんだけど、やっぱなかなかね、雪玉だったらまた話違うんだけど、丸太だもんな。そう、ベビーメガグは突破されて、しかもランバーとね、ベビドラがね、やっぱライトニングで死なないから、ランバー、ベビドラ、クローンがマジできついね。ライトニング打っても全部残って、そうで雪玉もないから、でベビドラとかをシャアなしで受けて出したら、追いたきホバ来てしばかれて3くらい切れる。なんか綺麗に守ればな。そうそう、綺麗に守れればね。で多分ライトニングとか打っちゃいけないんだろうねって思うんだけどね。でもなんかそう、後から来る、本当はベビドラにメガを当てて完封とかしたいんだけど、後から来るコウモリとか、後から来る絶対後ろから出てくる。そう、後から来るねホバとかがめじじめんどくせえんだよな。来なー、来ないね、マジで。応援のターンでデビ2周回さないと、デビ2周でもいけんのかな、どうなんだろうっていう。ライト打っちゃったら無理だ。無理だね、うん、でベビーオーブン、まあオーブンからでも入るからな、言ってもオーブン、デビー、メガゴスケ、ウッド、いやウッド打ってる時点でもう終わ、罪です。空が少ないんだよな、まあ、逆サイロイとかをして、まあ序盤はまだ言うて守れねえんだよ。デビ2周無理だね、2倍タイムじゃないと。うん、絶対無理だわ。全然回んねえ、回んねえし、マッチングもしない。頼むから25もらえるぐらいの人が、あ、来た、お、ミク1だ、これ勝ってる、グリ1だ、お来た、いや、グリコさん、ね、よろしく。クエイコブじゃなかったかな、昨日ピンで。相手も勝ったらグリ1じゃん。マジ？いや、違うか、あ、違うわ。この前はね、ファルチャバルン使ってるのを見た。おー、なるほど。スピードが来るのかな。うわ、ちょっと、いや、クエイクコグだった気がするんだよな、俺的に。クエイクコグなら相性いいじゃん。そう、ワンちゃん星裏にしてよかったかな。オーブンも残るし、いや普通に出せばよかったな。メガゴ残ってたもったいね。なるほどね、うまい。それは危ねえ、残った。ベビーの形が、ベビーが先行してね。おー、いい、よしこれはいい、いや、これでかい。うん、まあ来てもワンチャンクエイク警戒のオーブン読みのマスケホグそうかなと思ってるんだけど、いや、これきつ。ライト打ってよかったかな、これ。いや、序盤だなと思う。だよな。ベビーメガが合わせるしかないんだよな、正直。やばい。トリトン回るから。うん。ライト、オッケー。あ、いらんかったー。もったいねー、これカウンターで出したい。うわーやべえ、これ次のターンやばい。一発ぐらい吸収だったな。あーやべえ、しくった、最悪だ。怖いっすね、次のアイゴレモン。見たことない。うわ、ターンの影見えるけど、やばい、そっち。やばい、やばい、やばい、最悪だ。うわー、グッド、グッドゲーム、グッドライトで終わりだったな。あと、うわー、負けた、最悪だ。やばかったな、バレライだった。あれ、オーブン出して、いや、反省点が多すぎる、最悪だ、もったいねー。
あのトリトンだな。やったね。あそこさ出さないでロイ出してきゃよかった。しまえロイして。いや今日でよかった。もったいない。最悪だ。うわー悔やまれる。うわー最悪だ。はい。ということでね、グロイチチャレンジ終わっちゃってね、動画のあれ的に最近ちょっと YouTube のバグが多くて、これ以上長くなるとアップできるか分かんなくなっちゃうんで、ね、とりあえず今日はここで終わるんですけど、まあ、またグロイチ行けそうな時ね、グロイチチャレンジしたいと思うんでね、もしよければ、高評価チャンネル登録よろしくお願いします。毎日投稿ねしてるので、ね、明日とかも動画楽しみにしていただければなと思います。ということで、今日も終わりに参ります。バイバイ。くそー、戻った気がした。いやーマジかよ。もう